死体は連中どこで見つけた？ソリで2日ばかりのところです。山師、君たち2人で奴らの基地からちょっと外れたところまでケルンを作ってもらおうか。死体のあったあたりからですね。その通りだ。そして向こうと同じテントを使って、その中にさっきの2人の投資体を置く。分かったな？分かりました。場所も適当なところを選んで、いかにも自然に凍え死んだように見せかけてくれないと困るぞ。それはいい、絶対分かりませんよ。分かるようにしなきゃいかんのだ。だがすぐじゃない、発見が遅れる。今はそれだけでいいんだ。いつ出発いたしましょう？できるだけ早い方がいいな。すぐにも死体の着せ替えだ。奴らの服を着せるんだ。分かりました。もう投資してる頃だ。どうです？まるで冷凍マグロだ。二人の服を持ってこい。これは苦痛がないそうですね。悔しいよね。苦労かけやがって苦しんで死にゃよかったんだ。ヨスト隊、出発しました。そうか、ご苦労。血の循環には適度の運動が一番だね。体はともかくまだ頭がガチガチだよ。あと5分もあの冷蔵庫に入っていた。伏せろ！ネメシスからの緊急連絡があってね、すぐに捜索隊を出したわけさ。ピカドンと来た時にはダメかと思った。ご同様さ。ただどうも私には一つわからんことがある。敵の二人をやっつけたのがよほど連中の基地から離れた地点だったにせよが、帰った時間から押してまだ放射の汚染圏内だったはずだな。それがあちこち参ってすっかり帰りが遅れたわけですよ。現に検査の結果、体の方は何ともなかったでしょ。すいません。ありがとう。帰ったらゆっくり休暇でも取るんだね。休暇は前からの懸案でしてね、予約も取ってあります。おう、どちらへ？北極へ。